アヒナに対し思うことは、全部が彼女の背負った人生とか、あるいは運命とか、そういうちょっと神秘的な ところまで全部がね、表面に出てきちゃう、声に出てきちゃう、顔に出てきちゃうっていうような、そう、まれに見る芸術家なんじゃないかなというふうに思いますね。だからね、こういう歌手の方っていうのはね、本当に20世紀、21世紀になっても他にいない人だと思うんですよね。北ウイングを提供した作曲家の林哲司は、驚いたのは、やはり彼女の待ちわびてるファンがいかに多いかっていうことが、本当にこの作品を出したことによって皆さん喜ばれてるってことが僕にも伝わってきましたんで、その作曲家という立場よりも一ファンとして、本当にこれから素晴らしい活動を再開していただきたいと思って待ちわびています。